今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きます木下先生おはようございますどうもおはようございますよろしくお願いいたしますお願いします 夏も終わっちゃうんですかね <laughs>。ですね。八月ももうね、もう終わり三十日まで来ちゃいましたから。いやーでも九月になってもまた暑いんでしょうね。えー、暑いなんか十月ぐらいまで暑いとか言ってますよ。<laughs> ちょっと季節感がなくなりますね。すでも木下先生はあいつもこうね、はいえー、まあ適度な運動で、はい、えー、そして。 あまり日にも当たらずそうなんですねこれ大事ですね大事なんです紫外線を避ける避ける大事ですね。確かに紫外線って言われると避けた方がいいなと思いますけどいやいや思いますよねえ、夏も外に行かないという。はい。いやなんか日焼けした肌なんていうとなんかねいやいやいや悪い気はしないんだけどやっぱり紫外線と考えるとそうですよそうなんですねまだまだでも紫外線はねそうです暑いってことは出てますからはい私もあの木下先生見習ってはい頑張りたいと思いますさてまずはですね ALS、筋萎縮性側索硬化症についてです。カリフォルニア大学デイビス校のチームは、今月14日、全身の筋肉が衰える ALS、筋萎縮性側索硬化症で、 発話言葉を話すことが難しくなった患者の脳に電極を移植し脳波から話したい文章を高い精度で読み取ることに成功したと発表しました AI ・人工知能が脳波をリアルタイムで解読して使用から2日目で英単語の 90.2%8 ヶ月後には97.5%を正しく示したといいます。また発症前の録音をもとに コーターが本人の声で読み上げ、家族と会話もできたと言います。木下先生、この発表はどう捉えてらっしゃいます？素晴らしいと思いますね。えー、まこの手の技術は今後もどんどん進むでしょうし、うんはい、ま言葉を発生しなくても一卒が可能な時代、はい、これもありえると思いますね、えー。いやこのシステムすごいですけど、患者の脳に電極を移植する。 っいうの、これ患者さんの負担というのは大きいんですかね。まあまあ確かにその通りですね。はい、まあただ ALS の患者さんにとってこの衣食の負担よりもこの生活の質、はい、QOL が豊かになると判断されれば、えー、まあ今後はどんどん進んでいくと思いますね。でもこれで改めて分かったのが私たちこうやって当たり前のように自然に会話してますけど、この例えば当たり前のあ っていう時は脳波で指示出してるってこと、そういうことですよね。そういうことなんですね。そういうことですね。で、それの口の形が変わってで、案になるってことなんですね。そういうことですよね。脳波なんですね。そうなんですよ。脳なんですよ。まあでも本当は AI ても限りなく進むので、もうそういう時代来ると思いますね。ああ、もうね。だから口開かなくてもそうそう。うん、だから思えばいいだけですね。思えば思えばもう分かっちゃうという。もうそうなったら私がの発音がもう全部こうそう分かっちゃう。相手に伝わる伝わるという。まあそういう時代も来ると思います。 それも受信機が先方にもだから木下さんにもあってだから声発しなくても、はい、テレパシーって昔言いましたけどそれで声やり取りしてまあそういう時代来ると思いますけどねなんか急に2人で笑い始めた <laughs> 周りから見ると恐ろしい感じはしますけどね <laughs> まあそうです、ね、でそういう時代が来るってことなんですね、はいはい、さあそれでは今朝のテーマいきましょうこちら歩く肺炎の異名を持つマイコプラズマ肺炎 患者ががが週連続増加ママイコプラズマ肺炎の感染が広がっています今月20日発表の国立感染症研究所の調べでは全国の医療機関から8月5日から11日に報告された1医療機関あたりの患者数速報値は過去10年の同じ期で最多となり6週連続で増えました。 木下先生マイコプラズマ肺炎改めてこれどういう病気なんでしょうはいマイコプラズマ肺炎は肺炎マイコプラズマというバイ菌これに感染して発症する呼吸器の感染症です、はいまあ、小児の発症が全体のよく8約80%ですが、はい、大人もかかります、はあ、これどういう症状が出るんでしょうまず週間の潜伏期があって<ー>発熱、頭痛、倦怠感 咽頭痛、筋肉痛、関節痛、そして特徴的な乾いた咳が出ますね。まあ、咳は他の症状より遅れて始まることが多くて、熱が下がっても3。4週間続くのが特徴です。まあ、発症初期には痰を伴わない乾いた咳なんですけども次第に痰が絡んだ。咳へと変わって夜にひどくなる傾向があります。まあ、多くの人はマイコプラズマに感染しても。 がん炎で軽い症状が続きますが、ええ、まあ感染者の三から五パーセントの人は肺炎となりまして、あまあ重症化する場合もありまして、はい、まあ一般に小児の方が軽症の場合が多いと考えられています。でこのマイコプラズマ肺炎ですが、歩く肺炎と呼ばれているそうです。この理由は何なんでしょう？感染してから発症するまで、二、うん、三週間、潜伏期があるんですよ。はい、つまり、すごく長い。はい、それから、菌の排出期間が。 1から1.5ヶ月これも長い、はいはい、つまり症状が軽いと気づかずに出歩くことでコンコン咳をしてですね、ええ、人に移してしまうっていうことから歩、はい、く肺炎と呼ばれてるようですねそうなんですねだから本人もわからないわけだわか,からないんですよ<ー>いつかかったかもあんまりわからないですね2,3週間前ですからねそうなんですねでもこれ感染広げないようにするためにはどうすればいいんだろうマスクの着用とか 大切なんですかねこれね、風邪と同じように、<え>発症した人の咳やくしゃみでこうパッと飛び散る飛沫、はい、これを吸い込むことで<ー>ま感染する場合と、<え>この病原体がついたえ手や目、鼻、これ、口の粘膜を触るなどで、まあ、接触感染っていうんですけども、はい、これでうつる場合とありますので、まあ、厚生労働省は、手洗いなどの基本的な対策、はい そして咳の症状がある場合にはマスクの着用を呼びかけていますでも現実はね子供が多いのでマスクしないですね子供そうですよねこれはねどんどん移りますよそうですか今本当に多いです多いですねめちゃめちゃ多いですでこれね特別な抗生物質飲まないとなかなか良くならないのでそうなんですかやっぱりね咳が続く場合は病院をいった方がいいですよはい その時にはジャガークリーンあーぜひよろしくお願いします <laughs>、はい。今朝は鎌倉女子大学教授、医師の木下博勝さんにお話を聞きました。木下先生、ありがとうございました。どうも失礼します。